生活音するけどハッツです。お疲れやん。はい、というわけで本日はね、なんだっけ、雫公演が2公演ありました。無事終わりました。そしていい飲みっぷり。そして夜公演はね、ミサの卒業公演だったということで、お疲れ様でした。全然映ってない。そう、久しぶりの2公演で、多分もうね、2公演やることはもう今日が最後ですね、おそらく。おそらくっていうか、もう今日が最後です、2公演は。あとあれだね、さやちゃんの卒業公演発表されましたね。出ます。まあそう、とりあえずね、今日はミスさんの卒業公演だったということで、とってもね、あの素敵なドレスをね着てたんだけど、そうリハでね、一回ミスさんが来て卒業ブロックだけ通してっていうことがあったんだけど、その時にね、なんかもうミッサーの卒業ドレス着た時に、ミッサーの足がめっちゃ綺麗すぎて、もうずっとね足見ちゃって、もうね申し訳ないぐらいにずっとこうやって、わあ足綺麗だなって見ちゃってたんですよね。ほんと申し訳なくなるぐらい。そう、そう、めっちゃ綺麗だった。そう、今日はもうね、超貴重な雫2公演、多分もう雫の2公演とかないんじゃないかな、分かんないけど。そう、昼公演で生ルンバ初めて見た。あ、ありがとうございます。もう今日はね、マジで超久しぶりの2公演でね、やっぱね2公演って疲れるんだなって思いました。そう、最後に2公演経験しました。2公演って最後にやったのいつかな、チーム4かな、あんまり覚えてないんだよな。そう、なんかね、うさのポシェットをさ首から下げてて、もうそのまま配信してます今、謎に。ね、なんかメンバーがどんどん卒業し公演やってて、で卒業ドレスを見たらね、なんか、あ、私の卒業ドレスってどんな感じなんだろうなとかね、なんかどんな、なんて言えばいいんだろう、みんなどんな反応するんだろうなとかね、めっちゃ思いました。そう、今日はね、マリア、あのユニットがマリアと君は僕の風の方のポジションでした。そう、今日はそっちポジだった。なんだ、なんか言うことあったかな。
ったかな、言うこと。もう全部忘れた。もう全部忘れちゃったもん。あ、多分見えるよ。なんか撮る。あ、ちょっと手あげるわ。あ、ちょっと、あの、黒いのが映った。黒いのが映った。ハッツです。ハッツがいます、うちに。ハッツです。イケボ、ハッツです。しずくのポジもう予想できない。あら。でもね、今度のね、さえちゃんの公演もね、どんな感じなのか。なんか喋ろうと思ったけどね、全部忘れた。あれだわ。いやでもあれは別に今度でいいや。今日じゃなくてもいいや。でなんか私の卒業ドレスってどんなんだと思いますかみたいな聞こうと思ったけど、私もまだ実際生で見てないんだけど、まあこういうのがいいですみたいなリクエストを出してて、みんなにそれを予想してもらおうって思ったんだよね。そう、多分前もやったけど、そう。でもなんか今日ね、なんだろう、やっぱミスターのね卒業公演終わった後、なんか急に自分も卒業、こんな風に卒業するんかなって思ったら、なんか急にねめっちゃ寂しくなって、あ、なんかすごい寂しいって思っちゃいましたね。そう、なんか急に寂しくなりました。そう、まあでもだからといってね、あの撤回するとかないんですけど、卒業後、卒業撤回っていうことはないんですけど、そう、なんかね急に寂しくなったね。そう、ちょっと今日実感した。でもね、まだね、そう、卒業のドレスがどんな感じになるのか見てないから、でもまあ卒業はねしますんで、はい、卒業、ちょっと寂しいなとか思ったけどね、卒業はしますんで。でもこれからもね全然活動していくんで、ほんと、まあそこはね全然あれなんですけど、あれなんですけどと言って、もう聞いちゃおうかな。みんなさあ、私の卒業ドレス何にどんなんだと思う？めっちゃ聞いちゃうけど。そうそうそう。でもそう、なんかね、卒業発表してからもう私はやりきったみたいな感じで思ってたんですけど、今日すごいなんか初めてちょっと寂しいなって思いましたね。そう、楽しみだな、どんな感じになるか。楽しみ。そう、最初ね、私誰だったかな、あのゆきちゃんの
あの春本ゆきちゃんね、もともとチームメイトの徳島県代表の春本ゆきちゃんの卒業公演に行った時に、なんかゆきちゃんにも事前にさ何着るか、なんか何要素入れてほしいとか考えた方がいいよみたいに言われて、あ、そっかって思っていろいろ考えてたんだけど、いざねこう自分卒業発表してから、卒業ドレスをどんな感じにしたいか希望教えてくださいって言われたら、もうねこれっていうのがポッて出てきたんで、そうそう楽しみ。そうだから楽しみにしとってくれ。多分またなんか前日とかに聞いちゃうかも。前日か分かんないけど、またしばらくしたら聞きます。何だと思いますかって。まあでも今日はね2公演終わって、明日はあのトキイベ、トキエンターテインメントのイベントがあります。はい、頑張ります。マジで緊張するけど。頑張るよ、トキベ。体力大丈夫そうですか？いや、ちょっとね、やっぱ2公演やったからちょっと眠いなって思います。今日は多分よく寝れると思う。7時間ぐらいぶっ通して寝ます、多分。めっちゃ眠そうな顔して。そろそろ私メイク落とし買わなきゃ。それで思い出したわ。もうそろそろしないとなくなっちゃうんだよ。大丈夫かな。メイク落ちない。落ちない。やっぱねちょっとね、ポイントメイク落としちゃってもらう感じています。あ、いいよいいよ、全然ありがとうございます。全然、お使いなすって。でしょうか。お使いなすって。マスカラが落ちまわって、それはきついな。そう、今日はね、お昼がオムライスで夜が豚しゃぶと唐揚げだった。そう、唐揚げはめっちゃ美味しくて、夜のそう、なんかめっちゃ美味しかったんですよ。そう、なんか結構見た目ちょっと天ぷらチックな感じだったんですよ。あの衣なんかの色が、そう、なんか鶏天みたいだなとか思わなかったんだけど、なんか色がちょっと天ぷらチックだなって思ったんですよ。で、食べたらめっちゃ美味しくて、もう油が最高でしたね。もうあの喉を潤されました、あれで。本当に喉があれでね潤いました。でもなんかちゃんと味わって食べたのか、お腹が張りましたね、夜公演前に。でもお昼のオムライスもめっちゃ美味しかったの。量がちょうどよくて、ちょっとだけちっちゃめだったんですよ、量が。そうそうそう。でもなんか夜、あの夜のお弁当なんだと思うみたいな予想をミッサーとカレンちゃんとしたのかな。で、私はもう予想っていうより願望で揚げ物がいいなって、なんかまあかっこ唐揚げだったらなお嬉しいなみたいな。でも揚げ物出そうだなとは思ってたんだけど、本当に揚げ物だとは思わずびっくりしましたね。しかも唐揚げ、もうね踊りました、本当。はい、ということで、じゃあ15分経ったんでね、今日はここら辺で終わりにします。じゃあランキングを読んでいくね。13位から、13位カリネコでも好きだよさん、12位大野高文さん、11位ともさん、10位大粒ちゃん、9位がディスクさん、8位ソランさん、7位夏目さん、
6位飯田博之さん、5位ロミツさん、4位ヒイラギさん、3位スー UF さん、あれ2位玉国さん、1位がハイちゃんさんでした。はい、というわけでね、じゃあ今日も見てくださってありがとうございました。明日は時部があるから、明日もね配信多分15分ぐらいになると思いますけども、はい、それじゃあまた明日、おやすみ、おやすみなさい、またね、おやすみ。